ジャパンストックチャンネルは毎回上場企業経営者をゲストにお招きして、 IR 資料ではなかなか分かりづらい成長の裏側を聞いていく株式情報番組です。はい、今週のゲストは東証マザーズ上場証券コード3935株式会社エディア鹿島さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。直近その1クォーターの決算発表の方で、まあ、漫画動画の方でその、はい、まあ、発表されていたと思うんですけども、はい、まずこれ株主の方とか投資家の方からこう反響とかってあったんですかね、はい、漫画を通じて分かりやすく我々の事業をこう見ていただける、やはりこう滑舌の悪い私が話するよりもプロの声優さんにお話しいただいた方がですね、まあ、こちらの番組はですね、はい、まだ御社のことを知らない投資家の方も まだいらっしゃると思いますので、はい、改めて御社の事業からまずお聞かせいただけますでしょうか。当社はですね、スマートフォン向けのコンテンツサービスを、主軸としている会社でございまして、うん、まあ、主にゲームや、うん、あと位置情報を使ったコンテンツサービスなどを幅広く手掛けております、うん、子会社にですね、ひふみ情報という出版、うん、主にこうアニメ、ごめんなさい、コミックやライトノベルを使った、うん、出版の事業を行っていたりとか、うん、ティーメンターテイメントというですね、ドラマ CD と、うん、コラボカフェを運営している会社などもございまして、うん、まあ、エンターテイメント領域のですね、事業をさまざまに広げている、グループでございます。オタク市場って言えばいいんですかね、今どのぐらいこうざっとマーケット規模っていうんですかね、はい、そうですね、はい、ゲームとか、うん、まあ、コミック、うん、ライトノベルとか含めるとですね、もう2兆から3兆と言われているような、うん、まあ、事業規模になってくるかと思っています、うんうんうん、今こう割と、まあ、こう普及していますし、結構馴染みがあるものになってきてますかね、そうですね、我々がこう子どもの世代の時にはこうオタクというのは一定層のこう、うん、コアなファンというところが、うん、趣味というのがありましたけれども、うん、もう今やっぱりこう趣味が多様化している中にいくと、うん、まあ、いろんな方がですね、どのような形でもいろんなエンターテインメントに触れている機会というのがあるんじゃないかなと思いますので、うん、まあ、そういった社会的にも広がりがあるのではないかと考えております、うんうん、まあ、今回こうコロナ禍でイベントですね、もうコラボカフェだったりとか、はい、せざるを得ない状況で、まあ、ここはやっぱ御社的にはダメージがあった部分ではありますよね。そうですね、実際に池袋にコラボカフェ2店舗を常設で行っております、経営しておりますので、まあ、そこはやはりこう休業をしていたりとか、うん、まあ、本来予定していたイベントへの参加ができないというところがありますので、まあ、そういった場面マイナスのポイントも、ございました、うん、まあ、一方で電子書籍や、まあ、ゲームとかですね、まあ、自宅家に、巣ごもりといいますか、うん、の中でもこう楽しめるエンターテインメントサービスもたくさんございますので、まあ、そういったところはこう少しプラスの影響もあったのかなと考えております。巣ごもりによるその電子書籍の売上伸びがそう今改善しているという要因になるんですかね。売上の方でいきますと、うん、こうゲームとゲーム以外の構成がだいぶこう変わってきているのは、うん、その電子書籍の伸長というところがあるかなと思っております、うん、一方でこう利益面の改善に関しましては、まあ、昨年から取り掛かっております、うん、まあ、事業の構造改革を進めていく中で、うん、不採算の事業などをこう縮小しながらですね、うん、比較的こう採算性の高い、事業に今シフトをしているというところの結果が現れてきたのかなと思っております、うん、事業構造改革、具体的にどのようなものなんですかね、はい、利益が出にくい中でも、継続しているタイトルなどはあったんですが、うん、まあ、そういったものもですね、全てこう、まあ、クローズをして、うん、国とその投資領域を、違う分野にこう広げていくというところをですね、もうこの進めてきた1年でございます、うん、2018年からその御社傘下に入られているひふみ書房さん、はい、傘下に入られたことによってこうやっぱこう強化された部分というのも一つあるんですね、はい、そうですね、うん、やはりこう我々が持ってなかった出版という、うん、大きな強い武器がありますので、うん、その出版の事業領域というところは、うん、我々の大きな武器となったかと思っております。電子書籍も実際の本というのも、まあ、両方とも売り上げはいいというか、はい、好調なんですかね。電子書籍の方が伸びとしてはかなりこう、うん、堅調に現れているところがありますが、うん、出版物ですね、うん、本に関しましても、まあ、特に今 EC を中心としての販売というのが伸びております。ひふみ書房さんと御社 の社員の方同じフロアで勤務されているんですよね。ひふみ書房、そしてティニメンターテイメントもですね、本社を全部一緒にしまして、同じビルのですね2フロアを借りて、その中で勤務を行っております、うんうん、やはりこう現場間の交流が増えたことによりまして、うんうん、その中でのコラボレーションだったりとか新たなこう事業の発想みたいなのもですね生まれてきておりますので、今後の我々の事業の種として大きく広がっていくんじゃないかなと考えています、うん、やっぱ皆さんお好きだからこう情熱持ってこの企画から始まっていくっていう感じになりますね、はい、そうですね、とても好きな社員がたくさんいます、はい、IP 創出ですよね、はい、IP で、まあ、調べると知的財産になると思うんですけども、はい、具体的に IP って教えていただけますか、ね、そうですね、なかなかちょっと一言の定義が難しいと思うんですが、うん、やはりこう、まあ、アニメのキャラクターであったりとか、うん、世界観であったりとか
とか、うん、まあ、ゲームに出てくるような登場人物などもそういったものも含めてですね、うん、その作品のオリジナリティといいますか、うん、そういったものをこう、まあ、IP として定義させていただいておりますので、うん、まあ、我々としてはライトノベルやドラマ CD から生まれてくる作品、うん、それをまあ IP としてですね、さまざまな展開をですね広げていきたいと考えております。第2話目で、まあ、そのメイン事業でまずナビアプリの、はい、あのマップラスに聞いていきたいと思いますので、引き続きどうぞ、はい、よろしくお願いいたします。